サロナライヤーはアメリカ合衆国のプロレスラー、ディーバである。ワシントン州バンクーバー出身。プロレス団体 WWE に所属し、タミーナスヌーカのリングネームで活動。父親は WWE 伝道者である元プロレスラーのスーパーフライ、ジミースヌーカ。入場の際、出身地は父と同様にフィジーとコールされる。 wwe 電動車アファーの愛の主催するワイルドサモアントレーニングセンターにてプロレスのキャリアを積んだ後2009年に wwe とディペロップメント契約し株団体の fcw にてタミーナのリングネームでデビュー2010年3月ジミーウソとジェイウソのウソズにマネージャーとして加入同年5月 wwe に昇格24日の rw で ウーソズと共にハートダイナスティを襲撃し、ヒールとしてデビューした。ハートダイナスティとの構想終了後は、サンティーのマレラとの恋愛ストーリーが始まる。その後ウーソズを抜けて、サンティーのマレラとウラジミール・コズロフのマネージャーとなり、フェイスターン。その後も、マレラとのコンビで、テッドデビアスマリースとのカップル対決なども行い、ベビーフェイスとして活躍した。2011年上旬に、 初めて入場曲とタイタントロンが用意され、メリーナと初シングル戦を行うも敗退。4月のドラフトにてスマックダウンに移籍。それに伴いマレラとコズロフのマネージャーを退いた。移籍後は再びヒールターンしてアリシア・フォックスとローザ・メンデスと共にトリオを組んでいたが、アリシアがベビーフェイスに転校したため以後はシングルで活動。シングル転校後は、 ジョバーとしての出番が多かったが、2012年1月6日、放送のスマックダウンで、ナタリアと対戦し勝利。試合後に手を掲げようとしたレフリーの手を払いのける行動があったためヒールのままかと思われたが、翌週の放送では、入場時に笑顔で観客とハイタッチを交わし、またもナタリアに勝利。フェイスタウンを果たすとともにナタリアとの交想を開始した。また、 フェイスターンと時を同じくして、リングネームに名字を追加して、タミーナスヌーカと名乗るようになった。その後は NXT での活動を、おもとし、ダレン・ヤングから行為を寄せられるなどしていたが、8月の RAW にて怪我を負ったため戦線から離脱した。11月のサバイバーシリーズにて、ビッキー・ゲレロと口論するアージを襲撃し、ヒールとして復帰したが、あまり活躍できずに、 再び欠場。2013年の復帰後、10月にアージのセコンドとして復帰。アージのディーバオザ防衛のサポートをしていたが、険悪になることもあった。2014年5月、負傷欠場。スーパーフライスプラッシュ。ありがとうございます。